こんにちは、マキワックスです。今回はですね、アディクションさんから発売の、日産 180SX パンデム V3 のボディを製作していこうと思います。でですね、ちょっと視聴者の方から、ステッカーの使い方を教えてほしいっていうのを複数いただいてまして、なので今回はカッティングマシンのね、説明をちょっと詳しめに進めていきたいと思います。はい。でこれが、そのね、ボディなんですけど、これをニューガンダムにしてくださいということで渡されてます。はい。だからデザインから考えないといけないんですけど、その辺もね含めてやっていきたいと思います。デザインを考えるで、パッと見ね、このボディが、意外とシンプルな形してるんですよね。はい。なのでちょっとデザインをごちゃごちゃっとしようと思います。はい。じゃあね、まずはボディの方を見てみましょう。はい、はい、ボディはアディクションさんおなじみのリアルグレードボディなので、まずホイールベースが247で、ワイドがでリアも何ぼやったかな。はい。っていうちょっとね、実車を10分の1サイズにしてるんで、普通のボディよりはちっちゃいです。はい。こんな感じになってるんですね。で、バンパー、リアバンパーで、ライトパーツのインナーのところで、カナード類、はい、あとね、この辺いっぱいついてるのがボンネットのこの辺に来るダクトなんですね。すごい。これはいらないって言われてるんですけど、デザインによってはつけるかもしれないですけど、はい、とりあえず説明書をもらっていないので、とりあえずカットします。はい。カットしてから、ある程度ね、これバンパーとかセットした方がデザインをイメージしやすいので、さあとりあえずカットしてみました。はい。形がかっこいいですね。はい。目はねリトラーになってて、半目にしてほしいっていうことだったんで、ねこういうパーツがついてるんでここはカットしてますけど、どうすかね。はい。ニューガンダムにしてほしい。ニューガンダム、こんなイメージですね。アムロさんのマークとか、これは連邦軍のロゴ、とか、はい、あとなんすか、ロンドベルとかですかね。はい。じゃあとりあえずね、自由にマジックでデザインね書いてみます。はい、落書きしますよ。どうなることやら。いや、書いてみました。超適当なんですけど、ここにファンネルさん行ってみようかなと。でちょっとウィンドウのところ無視して、ここもガキガキっとね、こんな感じで並べるかな。旧連邦軍のロゴとか、アムロさんのマーク、こんな感じで書いてみました。はい。じゃあね、これでだいたいマスキングシートを作る時のサイズ感がわかるので、はい、データを作っていきたいと思います。はい。では
カッティングデータ作っていきます。まずソフト立ち上げます。ローランドのカットスタジオ、ステカに付属のソフトです。で、こうグリッド出てるんですけど、この一マスが5ミリ四方のマスになってます。まず基本的な使い方ですけど、ここの左上のこのこの辺からいこうかな。この四角をクリックして水色になると、ここで四角が作れますよと。はい。でこの四角大きさとか調節するのに、この矢印にしてここを引っ張ったり、はい、こんな感じで大きさとかも調整しますよと。はい。で、この丸は丸、はい。で同じようにこれで調整したりします。簡単、五角形は五角形、はい、はい、同じように、はい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 、こんな感じ。星、はい、星も形がいろいろ、はい、いられますよと。はい。でこれが折れ線で、こんな感じで自由に形いけますよと。で線とかを描くときは、これこうやってこうやってこうやって、ここで止めたいときはもうここでダブルクリック、ほらこれで切れますよと。でここの折れ線のこのマーク、これで点を指定すると、後から点をこうやって動かせますよということになってます。で、次このグニャグニャの曲線の作図は、点をたどっていくと勝手に曲線にしてくれますよよよよという感じです。はい。で消すときはこれで全体を指定して、キーボードのねデリートボタンで消えます。指定してデリート、はい、消えますよということです。ほりゃあ、それからここの矢印で選択して、もう一回クリックすると角が丸くなりますよね。でそしたらこうやってずらせます。はい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 、いうことになってます。でもう一回クリックすると四角に戻るんで、このまま図形を調節できます。はいはいはい。例えばこの四角をまた変形させたい時ですけど、右クリックするとメニューが出てきます。で連続線に変換ってすると、それぞれの点で形が調節できます。で線の例えばここに点をつけたいときはダブルクリック、はい、点つきました、ほら点つきました、ほらほらほら。でこのまま引っ張ったり調節したりできますよと。ほらほらほら、な感じで、例えばここをもうちょっと丸くしたいときとかは、同じく右クリックで、この曲線化っていうところ、これをクリックするとほら曲線になった。これを引っ張ると曲線の大きさが調節できたりします。で例えばこの曲線のマークを右クリックすると、ハンドル削除すると片側だけ、ほらこんな感じで触れるようになりますよと。あとはここをつなげたいときですね。この点をつなぎたいときは、ここアンカーポイントですって。アンカーポイントをつなげたい点を指定します。そしたら青い四角になります。でこの状態で右クリック、でこの連結っていうやつすると、直線でつなぎますか曲線でつなぎますか
選択出るので、まあ、どっちでも OK を押すとつながりますよと。はい、はい、ここ文字の入力指定して、例えばマッキーワークスって入れると、はい、こんな感じで大きさも調節できるし、はい、で左クリックするとほらここにこんなんが出てくるでしょ。これを引っ張ると斜めにしたりできますよ、よ、よ、はいっていうことです。で、もちろんこうやって斜めにしたりもできるしあとフォントですね。書式、ここ書式でフォントやるとほらこんなん出てきますね。ここのフォントをいろいろ変えると、何しよう、まあこんなんでもいいか。ほらここのフォントが変えれますよ。僕よく使うのなんやろ、オールドニュー、ほらこのミリタリー文字とか、ほらほらほらこんな感じでいろいろ変えれますよと。でこのねフォントはいろいろいろんなサイトで、ダウンロードできるんで、パソコンにねインストールすればいろんなフォントが使えますよと。僕はよくミリタリーフォント使うんですけど、はい、いろいろここで変更できますよということです。ほらボストンとか、これかっこいいでしょ、ほらミリタリー文字、ほらほらね、はい。それから例えばこれマスキング使いやすいようにここ枠囲ったりするのに、例えばこう四角で囲っちゃいます。はい、別に二重にしたりもできますよね。はい、こんな感じで、はい、でこの枠とこの文字を一体化させるときは全体を指定して、右クリック、で一旦このね四角の枠は、図形なんでこれ連続線に変更っていう風にします。そしたらこれ四角が変更できるようになるんで、この状態でもう一回右クリック連続線の統合ってすると文字とこの枠が一体化しますよと。でこの状態でもいろいろ調節できたり、はい、あとこの例えば枠の細さとかはこのアンカーポイントで、おおすげえアンカーポイントいっぱいこのアンカーポイントで微調整、はい、できますね。はい、でこのね微調整はマウスでやるより十字キーでこうやってちょんちょんちょんって動かした方が、はい、微調整やりやすいと思います。はい、で例えば、図形のコピーの仕方ですけど、例えばここに丸点打ったんですけど、これをコピーしたいときはこのコピー、はい、ここに、ま、もう一個丸持ってきたいっていうときはこの丸でもいいんですけど、このサイズがぴったり合う、ぴったり合わせるのって難しいと思うんで、コピーして貼り付け、そしたら出てくるんでここに、はい、全く同じサイズの丸ができます。はい、指定して、右クリックでもコピーって出てくるんで、はい、このまま貼り付けでもいけます。はい、でこれも図形の状態なので一体化するときは、右クリックで連続線に変更、はい、そしたらこれ全体と、あ、ここもこの2つも連続線に変更して統合、はい、そしたらねいけますよと。でもちろんだんだんこれごとコピーして貼り付けすると同じ文字になりますよと。はい、です。で特にラジコンは
裏側から塗装するので、カットアウトするときは図形をこのここでミラーで反転しますよと、簡単にね、後から、はい、っていうことです。はい、じゃあネットからね持ってきた、画像をカットデータにしてみたいと思います。まずこのインポートっていうところから、このパソコンの中にある画像データで、ちょっとねガンダムさんのいろいろね画像をね、ダウンロードしたんですけど、とりあえず簡単なんから言ってみましょう。このアムロさんマークを指定して開く。そしたらここに来ますね。はい、これはサイズまあまあ大きいんですけど、あまり小さいサイズだと線が拾えないんで、極力大きいサイズの、データがいいです。はい、マッキーワークス邪魔。はい、でこの状態で右クリックすると、この画像の輪郭、これをクリックするとこれ拾ってますね。でこの輪郭線抽出っていうボタンを押すと、ほらちょっと青くなったでしょ、輪郭が。はい、でこれで OK ってすると、ほら輪郭がたどった。はい、で拡大していくとちょっとずれてますよね。こういうのを修正していきます。こうやってほらここもずれてるところ、はい、で最後にこれをずらせれば、これでカットデータ出来上がりです。簡単で、あと例えば右クリックして逆に今度は連続線の分離ってすると、この目ん玉とかもずらしたり、はい、それぞれ調節できますよということですね。変なマークなった。はい、もうちょっと複雑な行ってみましょう。この辺ちょっと複雑ですね。はい、出てきました。ちょっとこれサイズでかすぎるんで、はい、ちょうど縮めましょう。はい、同じように右クリックして画像の輪郭で、元のデータがね、理想を言えば白黒だと輪郭がくっきりしやすいんで、あまりね色の薄い画像データとか、写真とかは、輪郭拾いにくいと思います。でここに画像の濃度ってあるんで、これを調整すると、とりあえず抽出、ほらある程度くっきりいきます。これで調整すると、はい、いろいろ輪郭拾ってくれるんですけど、一番マシなところ、はい、濃くしていくとちょっと歪んだりね、曲線がしますんで、一番マシなところで OK、 ほら輪郭取れた。でアンカーポイント見てみましょう。はい、ブツブツだらけ。はい、でこういうちょっと線のずれてるところを直していきます。はい、曲線で直したり、はい、ここほらなんか片側しか出てないでしょ、これを曲線化して滑らかにしたり、はい、これでだいたい合いますよね。はい、でね、最初に説明した通り、この一マスが5ミリになってるんで、例えばこれぐらいの多少のズレってそんなにわからないので、大体でいけます、この辺も。はい、で細かい修正をしていきます。はい、で、サイズを合わせるのは、まず元データをね、例えばこれ5センチのマークにしたかったら、ほら1,2,3,4,5 センチ、ほらでこれに合わせて縮めると、はい、ちょうどいい大きさにできますよということです。はい、例えばこの、おでか、アナハイム
テクノエレクトロニクスのロゴ、はい、これ同じように輪郭で抽出しつつ、はい、これまあ元データが大きいんであまり修正するとこないんですけどね、はい、でもいいんですけど、例えば以前に作ったことのあるデータはステッカー、ね、昔ね100式作ったことあるんですけど、はい、この中からはい、このデータが欲しかったら右クリックしてコピーで今作業中のここに右クリックで貼り付けするとこっちに来ます、はい、ということです。でこれも連続線の分離分解してそれぞれにこれまたちょっと統合、ほらこうやってやったらこれも統合、あとは大きさを調整したらほら同じような風に自由にできますよね、はい、なぜ前作ったデータから引っ張ってくることもできますよと。さあじゃあそれぞれねボディに落書きした、寸法を測りながらね文字とか模様とかマスキングデータを作っていきます。はい、マスキングデータができました。ちょっと見てみましょう。ここの部分全体ボンネットの部分です。はい、まあこの辺は塗り分けしていくんですけど、はい、でここが天井の部分で、ここはフロントの両サイド、アナハイムエレクトロニクス社でアルファベットなんですけど、だいたいね縦の幅が3ミリから 3.5 ミリぐらいのアルファベットなんですけど、これぐらいまでなら、カットしてね綺麗に塗装できます。それからこれがダックテールの部分で、それぞれ文字な感じです。でね、こうやってまあ隙間もったいないんで埋めて全体を並べたら、全体を指定して、はい、統合ポチ、はい、これで合体しました。はい、で、サイドの部分ですけど、塗り重ねるので2種類作りました。で、まず最初、ファンネルね、ちょっとネットが見ながら書いてみたんですけど、2種類こんな感じでこんな感じ、はい、でファンネルからなんか出てるぞみたいなモニャモニャってしたやつ、どうなるかわかんないですけど、はい、ファンネルから出るビームって何色やったかな、ピンクやったかな、多分ピンクで塗ると思います。この辺はちょっとこの辺もビームっぽくビーッと、はい、でアムロさんのマークとか、はい、をひとまとめにしてます。でこれを両サイドドアのサイドのところにペイントしたら、一旦マスキング外して次のこれはニューガンダムさんの紺色の部分ですかね、をちょっとこのアディクションのロゴマークちょっと崩したようなデザインにしてみました。はい、よいしょ、はい、それからですね、ファンネルさんこれ拡大していくとこういうところですね、交わるところ、はい、こういうところなんですけど、もうね点でねつなげてません。このまま線の上に点が乗っかってて3つ交差してるだけです。はい、これでね使えるんで、で塗るときそれぞれねこの面によって微妙に色を変えてちょっと立体っぽく塗りたいので、それぞれこんな感じで、はい、
縫って剥がして縫って剥がしてっていう作戦でいこうと思ってます。はい、さあ、じゃあ本体ですけど、ここカエバーがあるんですけど、こんな感じで刃が出てるんですけど、で、要はここを回すと刃の出方が調整できるんですけど、はい、あまり深くカットしすぎた下の台紙までカットしちゃうんで、テストしてね、ちょうどいい具合の刃の出方にしてください。でシートによって厚みが若干違うんで、カットする前はねテストした方がいいと思います。で一回決まればねもう触ることないんですけど、はい、で、いつも僕が使ってるシートはユーロポートさんのマスキングシートで粘着強っていうやつ、黄色ですね。よし、じゃあカットしてみたいと思いますけど、はい、じゃあこれから行こうかな。はい、でしっかりはみ出さないように合わせて、あ、カットはい、一部、はい、で OK。 おりゃ、ほら動いた。よし、頑張れ。便利な機械ですね。はい、昔はこういうの全部手で切ってましたからね。はい、よしよし、あと1枚。はい、よで裏からね塗装するので、はい、この図形っていうとこから、ミラー、はいはい、反転ですね。じゃあカット、いけ、はいはい、最後の1枚です。どうでしたかね。使い出したらね、そんなに難しい機械じゃないと思います。はい。で、工夫次第でね、いろんな面白いことができると思います。じゃあね、今回は切りのいいとこで、カッティングマシンの使い方メインで説明しました。で、次回ね、このリアルグレードのボディ、ほら、かっこいいですよね。180パンデム V3 っていうことなんですけど、はい。このねマスキングシートを使って、これ写しても多分見えないんで、はいはい、使って完成させていきたいと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。